テクテクネバールくん、今日はネバールくんが聞いた怖い話を紹介するネバー。これは一人の男性が体験したお話ネバー。夜に一人でトイレに行くときはみんなも注意した方がいいネバよ。仕事で帰りが遅くなった男性は近道をするためいつもは通らない公園を横切ったネバー。すると急にお腹がゴロゴロと鳴り出しトイレに行きたくなってしまったネバー。帰宅するまで我慢できるとは思えなかったため急いでトイレを探すことにしたネバよ。公園内の街灯を頼りにトイレを発見。しかしそのトイレは電灯がチカチカした薄気味悪いとこだったネバー。うわあ、気味が悪い。早く用を足して帰ろうっと。急いで手前の個室に入った男性。用を足してほっとしていた時のこと、男性の耳に妙な声が聞こえてきたネバー。神へ送れ。誰か神を送れ。隣の個室から聞こえてきた気味の悪い声にびっくりした男性は急いで帰ろうとしたネバー。しかしこのまま放っておいたらかわいそうか。別に俺のものじゃないし、トイレットペーパーくらい渡してから行くか。男性はトイレットペーパーを取り外すと、今から投げますね、ちゃんと取ってくださいよと言いながら壁と天井の間を目指してトイレットペーパーを投げ入れたネバー。すると、あの紙じゃない。お前の紙をよこせ。という大きな声とともに、壁の上から手が伸びてきて、男性の髪の毛を一本残らず持って行ってしまったネバー。急いで逃げたネバだけど一生髪の毛を伸ばすことができなかったネバ。みんなもトイレの神様には十分注意するネバよ。見てくれてありがなっとうネバー。